お、私の帰りを待ってくれるのか、みんな優しいな。ココラコライフ。米を精米してきて、それを30キロぐらいですかね、精米してきて30キロでだいたい3キロぐらいの米ぬかができるんじゃないですか。10分の1ぐらいなんだっけ。よいしょっと、まあホームセンターとかでね、精米はできるので、コイン精米機とかが置いてある場所を探して精米すればいいです。よいしょっと、はい。あら、君たち米あんま食べてないね。米ぬかだけあげるか。そうするか。よもぎ一日頑張ったか、みんな。よもぎとか、よもぎ大きくなったか、少しは。どれどれ、大きくなったか。25番。こら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 。そうか、草か。分かった、ちょっと草を取ってくるから待っていろ。さっきまで事務作業していて、ちょっとこの夕方で頭がフラフラになっていたところで、まあ、こういうようなね、作業があると癒しになると言いますか。なんか春先の光景と似たような感じになってんだね。この埋没種子の赤座がこうお祭りのように騒ぎ出して、んで死にかけていた露草とかも目を覚まして、どんどん生えてるんですよね。まあそういうのをこうやって切って大地に光を当ててやると、下からまた新しくこう葉っぱが生えるわけで、まああるものをどんどん有効活用しようっていうのはいいことですよね。ほら、でこの辺なんかすごいでしょ、これ。何の種かわかんないけどさ。雑草ってのはすげえよな。こう春が訪れたみたいになってるのないもんな。そうだよな、一度死んで生まれ変わった感じ。リボーンってなってるね。よし、まあ、とりあえずあんまり米粒食べないこの子たちにはこの大量の草をドーンしてあげようかな。はい、ここら辺にちょっと草ドーンしとくんで、まあ食べてよ草をさ。草を食べてよ。ほら、この辺の草をしっかり食べてよ。ま、草と同時並行でここら辺の米ぬかもしっかり食べてよ。よいしょ、よいしょっと、こんなもんかな。よし、じゃあおやすみ。